中峰君、日本共産党の赤嶺政権です。今日は、国際平和支援法に、法案について、質問をいたします。この法案は、米軍をはじめとする外国軍隊への補給や輸送などの、軍事支援を可能とする法律であります。これまでの時限立法に変えて恒久法を一般法として整備するものです。まず中谷大臣に実施の要件について伺いますが、第3条の定義を見ますと、国連総会または国連安保理の決議が存在することを要件に挙げています。2つの項目に分けて規定しておりますが、まず1つ目の当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、または認める決議というのは、具体的にどのような決議を指すのでしょうか。過去の具体的事例を含めて示していただけますか。中谷防衛大臣。はい、赤嶺委員から、当外国が当該活動を行うことに決定し、要請し、勧告し、または認める決議はどのような決議かというお尋ねでございます。で、ご指摘の決議は、我が国の支援の対象となる外国の軍隊等の活動について具体的に規定をし、その活動の根拠となりうる決議を指すものでございます。で、それぞれ、文言の意味について、申し上げますが、決定については国連自ら、また国連加盟国の取るべき活動が定められる場合等に用いられるということを想定しておりまして、法的義務を伴うものが多いということです。で、要請につきましては加盟国に具体的な措置を取ることが求められる趣旨の内容であって、これは多くの場合においては法的義務とまでは言えないものと想定をされています。勧告につきましては加盟国に対して行われる任意の措置の呼びかけを想定しています。認めるにつきましては加盟国が特定の措置または必要なあらゆる措置を取る権限を与えられる、または許可される場合に用いられることを想定をいたしております。赤嶺政権君。それで、付け加えてですね、過去に具体的な事例、過去の具体的事例で、示していただけますかというのも質問であります。はい、土本内閣審議官。お答え申し上げます。過去の事例ということで、今先生ご指摘のそれぞれの文言を含む国連決議の例として紹介させていただくとすれば、まず第一点目の決定するというものの例といたしましては、1999年に採択されました安保理決議1244がコソボ紛争の収束後、コソボにおいて国連の傘下で国際的な文民軍事プレゼンスが展開することを決定したケースが挙げられます。2つ目の要請するの例といたしましては、2011年に採択された安保理決議1973が加盟国に対してリビアに対する武器禁輸措置を徹底するため、同国を出入りする船舶航空機に対する検査を要請したケースが挙げられます。3点目の勧告するの例といたしましては、1950年に採択されました安保理決議83が北朝鮮による韓国に対する武力攻撃に関し、国連加盟国がこれを撃退し、地域における国際の平和及び安全を回復するために必要な支援を韓国に供与することを勧告したケースが挙げられます。最後の認めるの例といたしましては、1990年に採択されました安保理決議678がイラクによるクウェート侵攻に関し、関連安保理決議の実施及び平和の回復のために加盟国に対して武力の行使を含む必要なあらゆる措置を取ることを認めたケースが挙げられます。以上でございます。赤嶺政権君。政府あるいは与党の協議の中で、
この条項に関して、例えば受験のケース、あるいは、陽性のケースということで、受験のケースで、湾岸多国籍軍について、受験のケースで、陽性のケースで、ソマリア海賊対処について挙げてありましたが、それは入るんですか、入らないんですか。土本内閣審議官。お答え申し上げます。今私が申しました4つの例というのは、それぞれの文言を含む国連決議を例として紹介させていただいたということでございますが、いずれにしましても先生ご指摘の、この、第3条第 1項第1号の当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、または認める決議というものの趣旨は、いわゆる当該外国の活動が国連決議に基づくもの、その国連決議に基づくというものについて、国連決議上の文言として決定、要請、勧告、または認めるというものが、過去の立法事実的にも、調べこういうような規定がございましたので、このような条文にさせていただいたという趣旨でございます。赤嶺政権君。それで私が聞いた受験のケース、あるいは要請のケースはいかがですか。土本内閣審議官。失礼いたしました。今ご指摘の、受験および、要請ということでございますが、受験というものが、この、認めるということであり、要請というのはこの文言上も要請しということでございますので、いずれにつきましても、国連決議に基づくケースということで整理されると思います。委員長、赤嶺政権君。せっかく政府参考人の答弁も認めているんですから、審議をスムーズにしていこうということですからね。それで私が防衛大臣の答弁はありました。それに加えて過去の具体的事例を含めて示していただけますかということで、いくつかの事例が示されました。なおそれに加えて受験のケースの場合は湾岸多国籍軍、陽性のケースの場合はソマリア海賊対処入るんですか、入らないんですか、このことを聞いてます。土本内閣審議官。該当するというふうにで結構でございます。赤嶺政権君。もう該当するという答弁するまで私何回立ったり座ったり、してるんでしょうかね。政府参考人も、答弁に立たせるという、大きな配慮がこんな形になるとですね、また、私の堪忍袋の尾も切れて、しまいます。で、私はですね、もう一つ聞きたいことがあるんですよ。このイラク特措法の根拠とした2003年5月の国連安保理決議14835、これは該当しないんですか。土本内閣審議官。ご指摘の安保理決議14835につきましては、加盟国、すべての加盟国に対し、ちょっと省略させて、一部省略させていただきますが、食料、医薬品、並びにイラクの経済インフラの復興および復旧に必要な資源を提供することによって、イラク国民の人道上、その他の要請を満たすよう支援をすることを要請するとございますので、該当するということでございます。赤嶺政権君。まあ、イラク特措法のですね、根拠となった14835もこれも、適用内容に入っていると、該当すると。それで二つ目のですね、当該自体が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示すとともに、
当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議、これはどのような決議を指すんですか。はい、永谷防衛大臣。はい、ご指摘の国連の決議でございます。我が国の支援の対象となる外国の軍隊等の活動を具体的に決定するもの、決定等をするものではありませんが、まず当該事態を国際社会が対処すべき脅威であることを権威ある国際連合の機関が認定することに加えて、その脅威に対して国際社会が共同で取り組む必要があることを国連が裏付けるものでございます。でこのような決議は国際平和共同対処事態の構成要件である、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要につき判断する前提条件となります。でこのような要素を含むと考えられる決議の例としましては、2001年9月11日ニューヨーク、ワシントン DC、ペンシルバニアで発生したテロ攻撃について安保理決議第13685が国際の平和及び安全に対する脅威であると認めるとし、国際社会に対してテロ行為を防止し抑止するための一層の努力を求めたケースがございます。赤嶺政権君。今大臣から2001年の9.11 テロ後に採択された安保理決議13685挙げられました。しかしこの決議は加盟国に対して軍事的措置を取ることを求めたものではありません。テロ攻撃の実行者や支援者を法に照らして裁くために共同して取り組むこと、国際テロ対策条約などの完全な実施によってテロ行為を防止抑止するための一層の努力をすることを国際社会に求めたものであります。国連憲章第7章にも触れておりません。国連が軍事的措置を取ることを求めていない決議を根拠に、日本が軍事的措置を取ることができると、そういうことですか。岸本内閣審議官。今先生ご指摘の、この国際平和支援法案第3条に規定する炉の決議の関係でございますが、その炉の決議につきましては冒頭ご質問がありました意の決議のように我が国の支援の対象となる外国の軍隊等の活動の直接の根拠となるものではございませんが、先生ご指摘のとおり 9.11 のケースであればアメリカは自衛権ということで国連決議に基づくという活動ではないということはまさにご指摘のとおりでございますが、この安保理決議13685はまさに国際社会が共同で対処する事態について国連が決議という公式な形で平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示しつつ当該事態に関連して加盟国に何らかの取り組みを求めると明確な要件が課されられておりますので、政府といたしましては国際的な正当性を十分確認する上でも十分なものだと考えているところでございます。委員長。赤嶺政権君。1368には、いわばこの軍事的措置を取ることは求めていないわけです。いないわけですね。でそれでも日本ができる軍事支援できる、ここで改めて確認しますが、ここでいう国際連合加盟国の取り組みを求める決議、この取り組みというのは軍事的措置とは限らない非軍事的措置の場合も含まれる、そういうことですか。岸本内閣審議官。第3条の関係で申し上げれば先生ご指摘のとおりでございます。赤嶺政権君。委員長。そうすると決議は非軍事的措置を求めているにも
かかわらず、その決議を根拠に軍事的措置も取ることができる、この法律では認められる、そういうことになってしまいませんか。岸本内閣審議官。お答え申し上げます。今、先生、第3条の関係の議論をさせ、ご指摘をされているところでございますが、国際平和支援法第1条は、国際平和共同対処事態と、これを定義しておりまして、この第1条におきまして、国際社会が国際社会の平和及び安全を脅かす事態の脅威を除去するために、国連憲章の目的に従って、共同して対処する活動と、こういうのを行うと、こういう規定をしているところでございます。委員長、赤嶺政権君。ですから、聞かれたことに、ちゃんと答えて、ください。それで、その要件になっている、炉のところでは、9.11 の13.68、これも入るという確認がありました。これは、軍事的措置を求めてない国連決議であるにもかかわらず、これがこの法案の中に入るということは、非軍事的措置を求める国連決議で、軍事的措置を取れると、この法律の中でそう読めるようになりますが、それは、そういうことじゃないですか、いかがですか。岸本内閣審議官。お答え申し上げます。炉の決議の関係でございますが、このような国連決議という、炉のような国連決議は、我が国の支援対象となる外国の軍隊等の活動そのものが、国連決議に基づいている場合以外にもですね、国際法に照らして適法と判断される活動が存在すると、こういうことに鑑みまして、そのような活動に関して、我が国が対応措置の実施を検討するにあたって、国際的な正当性を確認すると、こういう効果を持つということでございます。委員長、赤嶺政権君。国際的な正当性を安保理決議1368は持っているということですよね。岸本内閣審議官。具体いたします。この法律におきましては先生ご指摘のとおりと考えております。委員長、赤嶺政権君。しかし1368は軍事支援には触れられていない。だけれども、なんでこの法律で軍事支援ができるんですかと、そういうことを聞いてるんです。岸本内閣審議官。先ほどご答弁させていただいたところでございますが、我が国の支援対象となる外国の軍隊等の活動そのものが、国連決議に基づいている場合以外にも、この法律はその国際的な正当性という、確認するという観点から、1368のような安保理決議を一つの要件としていると、そういうところでございます。赤嶺政権君。ちょっとそう、同じことの繰り返しで、何言ってるか私も答弁聞いてもわからないですね。しかしここはね、非常に大事なところだと思いますから、今の答弁もう一度繰り返していただけますか。岸本内閣審議官。お答えいたします。先生ご案内のとおり、国際法上適法な軍隊の活動というのは、失礼いたしました、国連決議に基づく場合以外に、いわゆる自衛権に基づく活動、および領域国、または旗国の同意に基づく活動と、こういうものがございます。従いまして、この法律第3条のご指摘の炉の規定につきましては、いわゆる例えば 9.11 の時のように、自衛権に基づいている、または状況によっては領域国の同意に基づいているときに、何らかの諸外国の軍隊が活動していると、その時の国際的な正当性を担保するために、この第3条のご指摘の炉の規定を設けたということでございます。赤嶺政権君。国際的な、正当性、9.11 の場合には、自衛権だからということですか。
自衛権ということで国際的な正当性はあるとアメリカの自衛権ということで、考えているのか、そしたら、違法な暴力行使を、武力行使を支援するということには、ないのか、この点答えてくれますか。岸本内閣審議官。この法律の第1条におきまして、まず国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行うと。で、ここのところの国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行うと、これがいわゆる国際法上の適法性の担保となっているというところでございます。で、その中には当然、正当な自衛権の行使というのは考えられるところでございます。委員長、赤嶺政権、国連安保理決議に、こだわっているわけではないというのが今の答弁の中でも、認めた、認められると思います。そこで、ちょっと次にもうちょっと議論を深めていきたいんですが、ISIL、IS、イスラム国、これを名乗る過激派組織との関連で伺いますが、中谷大臣は、2日の参議院外交防衛委員会で、法案と IS の関係について、安保理決議21705および21995は、ISIL を国際の平和および安全に対する脅威であると確認する旨の言及があり、かつ加盟国に対して ISIL に対する措置を取ることを求めていることから、これらの安保理決議は同法の3条1項1号のロ、先ほど議論したところですね、ロに規定する決議に該当しうると、このように2日の参議院外交防衛委員会で、自ら答弁されております。外務省に伺いますが、この決議21705、21999号は、具体的に、どういう措置を、求めた決議ですか。平松総合外交政策局長。お答えいたします。先ほどご指摘のありました、国連安保理決議第2175でございますけれども、2014年8月14日に採択された決議でございます。内容につきましては、ISIL その他のアルカイダ関連組織等への外国人戦闘員の参加防止、あるいはテロ行為の扇動への対処、および武器やテロ資金の提供防止の要請等を内容としております。もう一つの決議、国連安保理決議第2199号でございますけれども、これは2015年2月12日に採択された決議でございまして、ISIL等による石油や文化財の密売等による資金の獲得を防止すること等を内容としております。いずれの決議におきましても、 ISIL 等を国際の平和及び安全に対する脅威であると認識する旨の言及があるとともに、国連憲章第7章のもと、すべての加盟国に ISIL 等に対する措置を要請しているものでございます。委員長、赤嶺政権君。この今の決議の中にですね、第7章の話はありましたが、国際社会に対して、軍事的措置を求める規定、これはありますか。平松総合外交政策局長。お答えいたします。先ほどのとおりですね、第2170号についてはテロ資金防止等の要請を内容にしておりますし、2190号については資金の獲得の防止等を内容としておりまして、特に武力の行使等についての言及はございません。委員長、政権君。この決議の中に、自衛権への言及はありますか。平松総合外交政策局長。自衛権についての言及はございません。委員長、赤嶺政権君。外務省が今答弁されたようにですね、これらの決議は
ISをはじめとする、テロ行為を実行組織、資金提供しているすべての個人集団を法の裁きにかけること、外国人テロリストの流入の抑制や武器の供給、資金調達の防止のための措置を取ることなどを求めたものであります。軍事的措置を求める規定も、自衛権への言及もありません。これらの決議をなぜ軍事的措置の根拠とすることができるんですか。中谷防衛大臣。はい、法案の炉の規定でございますけれども、当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議があるからでございます。でしかしですね、この2つの決議のみならずですね、この法案には我が国の対応措置を実施するために要件となるのは国連の決議の存在のみならず、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関してその脅威に対して国際社会が国連憲章の目的に従って共同して対応していること、対処していること、そして国連決議の存在を前提に我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があると認められること、この要件を共に満たす必要がございます。で現時点でこれらの要件を満たしているかどうかは判断しておらず、またその判断を行う必要があるとも考えておりませんので、現在我が国は難民避難民支援、また周辺国に対する人道支援など軍事的貢献でない形で可能な限りの支援協力を行っていく考えでありまして、軍事的な有志連合等による空爆等に対する後方支援を行うことは考えていないと、これは申し上げたとおりでございます。委員長、赤嶺政権官。大臣、私が、聞きましたのは、2日の参議院の外交防衛委員会で、今ルール述べられましたアイシルに関する国連決議、これはこれらの安保理決議はこの今の法律の3条1項1号の炉に規定する決議に該当しうると大臣述べておられるんですよ。でそこにはしかし軍事的措置を取ることは何も触れられてない。軍事的措置を取ることが触れられてないにもかかわらず、そういう国連安保理決議を根拠にして軍事的措置に出ることも可能である、今まだ判断はしてないということですが法理的には可能である、そういうことをおっしゃってるんじゃないですか。岸本内閣審議官。まず先ほどもご説明したかもしれませんが、まず基本的にこの法律の立て付け、考え方をご説明させていただきたいと思います。我が国が国際社会の平和及び安全の維持のために活動する外国に対して支援を行うためには、その当該活動が十分な国際的な正当性を有していることが非常に重要だというのが、この法律案、国際平和支援法の基本的な考え方でございます。で、その、正当性の判断を行うための基準として関連する国連決議の存在を条件するにすると、そういうことといたしまして、その具体的内容としまして、先生ご指摘の第3条第1項第1号の意図炉、この2つの決議があるというところでございます。委員長。赤嶺政権君。安保理決議に、軍事的措置を取ることを求めていなくても、軍事支援に、出ることができる、そういう仕組みがこの法律の中には入っているわけですね。で今のこの、そこでちょっと疑問に思うことが、あるんですが、これらの決議を根拠として、日本が軍事的措置を、取った場合、これは、国連の、集団安全保障措置、ということになりますか。平松総合外交政策局長。
介します。国際法上これは後方支援ということでございますので、いわゆる国連の第7章における集団安全保障措置というふうには見なされないというふうに思います。赤嶺政権君。後方支援であっても、軍事的措置だと、ごまかすなというのが昨日の憲法審査会での3名の憲法の先生方の強い怒りのこもった発言でありました。じゃあ軍事支援であることには間違いないわけですよ。しかしその軍事支援は国連の集団安全保障措置になりえないんですね。だって軍事的措置を取るという国連決議ないわけですから、ありえないんですよね。いかがですか。平松総合外交政策局長。先生ご案内のとおり、武力行使の違法性の阻却のためにはですね、国連憲章51条における個別的集団的自衛権、南章間における集団安全保障措置でございまして、今議論しておりますのはこれはあくまでも武力行使ではない後方支援の話でございますので、従いましてこれは武力行使に当たらない、従いまして集団安全保障にも当たらない、措置にも当たらない、こういう整理になると思います。委員長。赤嶺政権君。今の、答弁で大事なのは、後方支援だから軍事的措置に当たらないから、集団的安全保障の議論の枠内にはまらないという、答弁でしたが、今のような法律の流れからいくとですね、我々が後方支援が、軍事的、措置だという、立場に、立つかどうかというこの議論は今置いていても、これだけの軍事支援をやるのに、集団安全保障措置とは言えないような、軍事行動に、踏み込んでいく、高級法、一般法に、なっている、ということを言わざるを得ません。それで、もうちょっと事態を共有するために、質問しますが、アメリカをはじめとする有志国連合は、イラク・シリア領内への空爆を継続しています。その国際法上の根拠について、アメリカ政府はどのように説明していますか。上村中東アフリカ局長。お答え申し上げます。まずイラク領内におけるアイシルへの空爆につきましては、米国は米国民を保護するため、また厳しい状況に置かれたイラク市民を保護する部隊を支援するため、イラク政府の要請に基づいて行ったものだと説明しております。シリア領内における空爆につきましては、米国は昨年9月23日付の国連常駐代表初国連事務総長宛ての書簡におきまして、イラクがシリア領内のアイシルから攻撃を受け、しかもシリア政府がアイシルの活動を取り締まることができない状況の中で、イラクが米国にシリア領域内のアイシルを攻撃するよう要請を行ったと説明するとともに、加えまして国連憲章第51条に規定される自衛権にも言及をしております。赤嶺政権君。結局ですね、この法案というのは、アメリカが、国連決議もなく、そして、個別的自衛権、集団的自衛権を口実にして、一方的に、軍事介入を行う場合に、日本がそれを支援することを可能に、するものであります。あたかも、国連決議を、根拠とするような、装いを法律全体としては、取っておりますが、実際には、決議と関係なく軍事支援を行うことを可能としているもので、極めて重大だと言わざるを得ません。さらに伺います。中谷大臣は1日の本委員会で、周辺事態法には該当しないものの、重要影響事態法案には該当するケースを問われて、テロ特措法補給支援法に基づいて行った、洋上における燃料補給を挙げました。テロ特措法は、あるいは補給支援法に基づく給油活動は、国際平和支援法にも、法案にも
それから重要影響事態法案にも該当すると、そういうことですか。中谷防衛大臣。はい、重要影響事態法につきましては、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、この国際平和協力支援法につきましては、国際社会における平和と安定に安全に重要な影響を与える事態という法律の目的がございます。これに該当するかどうかでございます。委員長。赤嶺政権官。重なるということですね。中谷防衛大臣。はい、先ほど1368というお話がございました。でこれは国連決議が存在する中でですね、テロ特措法、その他の関連の決議も含めまして、国連憲章の目的に達成する活動を行っている諸外国の軍隊等に対して、我が国を含む国際社会の平和安全に資することを目的として、支援活動を行ったわけでございますが、ある事態が我が国の平和安全に重要な影響を及ぼすか否かは、この事態の規模、対応、推移等を総合的に勘案して判断することになるために、ある事態が重要影響事態に当たるかについてはあらかじめ申し上げることができませんが、仮に我が国がテロ特措法に基づく対応措置や補給支援、特措法に基づく補給支援活動を実施していたと全く同じ状況が生起する場合には、重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応するものと考えておりまして、このことは周辺事態法によらずにテロ特措法を制定するとした過去の対応とも符合するわけでございます。委員長。赤嶺政権君。当時は事態として、周辺事態を認定しなかったわけですよね。しなかったわけですよ、当時は。テロ特措法国連決議に基づいて。しかし今回大臣がおっしゃったのは、洋上における補給支援活動は、今の法律の国際平和支援法案にも該当するし、場合によっては事態の進展によっては重要影響事態法案にも該当するということをおっしゃっているんじゃないですか。中谷防衛大臣。はい、ある事態がですね、重要影響事態というのは我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼす事態でありまして、それ、か否かというのは事態の規模、対応、推移等を総合的に勘案して判断するということで、ある事態が重要影響事態に当たるかということについては、あらかじめ申し上げることはできないということでございます。委員長。赤嶺政権君。あらかじめ申し上げることはできないというおっしゃり方なんですが、1日の本委員会で、このその給油支援活動、あれは、周辺事態法には該当しませんと。しかし重要影響事態法案には、該当するかどうかというケースを問われて、テロ特措に基づいて行った洋上における燃料補給は、この重要影響事態法にも該当するとおっしゃっているわけですよ。ですから私が聞いているのは、そういう国際平和支援法案にも、重要影響事態法案にも、その洋上での給油支援、もう周辺事態法じゃありませんから、重要影響事態ですから、そういうことで、2つに該当するということですねと、大臣の答弁を抑えた上で申し上げているんですが。中谷防衛大臣。はい、仮に我が国がテロ特措法に基づく対応措置や、補給支援特措法に基づく、補給支援活動ですね、これを実施していたと時と同じ、全く同じ状況が生起する場合におきましては、重要影響事態法ではなくて、国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。
委員長。赤嶺政権君。答弁は、それじゃあ何だったんですか、この委員会でですね、重要影響事態法にも給油支援活動は該当しうるかと聞かれて該当しうるとおっしゃってるんですよね。それ何だったんですか。中谷防衛大臣。答弁は確認をしてまいりますが、今日申し上げることは全く、同じ状況が正規する場合においては重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられるということでございます。赤嶺政権君。それじゃあ、お互いに、答弁を精査した上で今の議論は続けていきたいと思います。次はですね、日米新ガイドライン、これについて伺います。平時から緊急事態に至る日米間の共同計画を策定更新するとしております。共同計画の対象に国際テロへの対処は含まれますか。深山運用企画局長。お答え申し上げます。新しいガイドラインの下での下で日米両国が平時において共同計画策定メカニズムを通じて策定する共同計画の対象はガイドラインにございますが、日本の平和と安全に関連する緊急事態ということになっております。誠に申し訳ありませんが、それ以上のこの共同計画の内容等詳細につきまして、またどういう事態が入るか入らないかにつきましては緊急事態における日米両国の対応に関わるものでありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。委員長。赤嶺政権君。これはね、法律は説明できませんという態度ですよ。国際テロは、国際テロへの対処は含まれるかどうか、今の日本を取り巻く国際情勢を見た場合に極めて大事な話じゃないですか。これ以上説明はできませんということであれば、これ以上審議できませんということになりますよ。この法案出し直してこいということになりますよ。ちゃんと答えてください。深山運用企画局長。繰り返しの答弁でになりまして、誠に申し訳ありませんが、共同計画の内容の具体的な詳細につきましては、先ほど申し上げましたように、緊急事態における日米両国の対応にかかるものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。赤嶺政権君。国際テロについて、日米両国が、どんな共同対処をしているかというのは、我々もいろいろ知りうる報道等で知りうる立場にあります。ガイドラインの中で共同計画を平素から作ると言っている。これはガイドラインの中の一番目を引く部分でもあります。その中にこの国際テロ共同計画の対象にですよ、共同計画にどんな国際、テロ対処方針を作っているかじゃないです。共同計画の対象に国際テロへの対処は含まれますかと、これはごく常識的な質問じゃないですか。国民みんなが思っていることじゃないですか。でそれに答えられないというのはこれおかしいじゃないですか。答えてください。中谷防衛大臣。はい、新ガイドラインの下で、日米両国が平時において、共同計画、策定メカニズムを通じて策定する共同計画の対象は、日本の平和と安全に関する緊急事態でございます。でこれ以上共同計画の内容等の詳細につきましては緊急事態等における日米両国の対応に関わるもので、ございますから、事柄の性質上お答えは差し控えさせていただきたいということでございます。赤嶺政権君。全然ですね、説明する態度ではありません。
でこの共同計画というのは今までのガイドラインと明らかに位置づけが変わってきております。周辺事態法と同様に新ガイドラインでも我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について地理的制約が取り払われておりますが、共同計画も地理的制約はなくなるということでよろしいでしょうか。宮間運用企画局長。お答え申し上げます。共同計画の対象、共同計画と申しますのは新しいガイドラインの下での計画でございますが、この対象は先ほど申し上げましたように日本の平和と安全に関連する緊急事態でございます。これはあくまで事態の性質に着目した概念であって、当該事態が地理的に正規する場所等についてあらかじめ定めたものではございません。で、復元いたしますと、旧ガイドラインにおけます旧ガイドラインでは周辺事態に対応するものとして相互協力計画というものがございましたが、これは地理的な概念ではない周辺事態に際してのものであったということでございます。いずれにいたしましても、共同計画の策定は新ガイドラインに明記されているとおり、国際法に合致するとともに憲法及びその時々の適用ある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針の範囲内で行われるということになります。委員長。赤嶺政権君。非常に事態を難しくして国民が理解しにくいように、説明をすると、で聞かれたことには、答えないと。で、周辺事態法の時は、確かに総合計画というのがありました。でも今は、今のガイドラインは共同計画一本なんですね。地理的範囲を、一見示していたかに見えた、総合計画というのはなくなっているんです。で、ガイドラインというのはいわば地理的制約が取り払われているわけですから、共同計画も、地理的制約はなくなるという理解、普通に考えたらこの理解、そのおっしゃる通りでありますという答弁じゃないですか。いかがですか。宮山運用企画局長。お答え申し上げます。今申し上げました通り、共同計画の対象範囲というのは決めておりません。ですから、ここどこそこの地域にが限って対象となるという性格のものではございません。その点に関しましては先生のご指摘のとおりでございます。私がもう一点復元いたしましたのは、周辺事態におきましても、政府におきましては累次周辺事態というのは地理的概念でないということを申し上げておきましたので、先生から今回新たに地理的な制約が取り払われるのかというご指摘がありましたので、それに関しましては従来の周辺事態も我々としてはそのような地理的な概念ではないということは累次ご答弁申し上げてきたということを復元いたしたものでございます。以上です。赤嶺政権君。前回は周辺事態法的な総合計画があり共同計画が、ありということだったんですが、今回、地理的制約が、取り払われている共同計画一本に、なっていると、そのことの持つ意味については、これから今後議論していきたいと思います。ただですね、今アメリカは、圧倒的な、軍事技術を背景にして、パキスタンやアフガニスタンや、イラク、イエメン、ソマリアなど、世界各地で、無人機による攻撃を繰り返しています。その根拠に挙げているのが自衛権です。アメリカは、9.11 以降自衛権を、行使し、続けているのであります。現在の、国際テロをめぐる状況は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、アメリカが自衛権で乗り出しているこの事態、これは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に該当しますか。黒江防衛政策局長。今先生ご質問になられました重要影響事態ということにつきましては、現に自衛隊を動かしてですね、
対処しないといけないようなそういう必要が出てくるかどうかといったことを勘案しながら、その事態に即しまして判断をするということでございますので、現時点で政府としまして個別の事態に対しまして現在起きております国際テロといったことをご指摘になられましたけれども、その点について判断はいたしておらないということでございます。赤嶺政権君。同じ答弁繰り返しておりますが、中谷大臣は、IS への対応について、政策判断として難民、避難民支援や周辺国に対する人道支援などの、軍事的貢献でない形で可能な限りの支援協力を行っていくとこう述べております。中谷大臣、どういうお考えで、非軍事の分野での支援を行うと判断したんですか。今まではよくおっしゃっていたじゃないですか、軍事と非軍事、車の両輪だと。こうね、今度は、どうして、非軍事の支援を行うと判断しているんですか。中谷防衛大臣。これは政府全体が判断をしたことでございます。総理もこれを明言をいたしましたけれども、アイシルの脅威に対抗するためには、アイシルによる資金調達を阻止したり、人道危機への対処をするなど、各国がそれぞれの強みを生かして、国際社会が協力して幅広い分野で取り組みを集結させることが不可欠であり、日本としては難民支援、周辺国に対する人道支援など、これまで培った知見と経験が生かされる非軍事分野で、国際社会と連携して貢献を行っていく考えであると、これは総理が状況を判断して決めたことでございます。委員長。赤嶺政権君。非、軍事支援、私たちは、かねがねいろんな紛争や事態について、日本のそういう活動が大切だと申し上げてきましたが、今度は判断している理由についてですね、例えば日本政府としては、空爆などへの軍事支援は、やるべきではないと判断しているのか、それともそういうニーズがないからやらないと判断しているだけなのか、判断の根拠を聞かせていただけますか。永谷防衛大臣。総理が最終的に決断されることでございますが、現時点においてアイシルの活動等に対する後方支援を考えていることは全くないと思います。赤嶺政権君。明快な、答弁得られませんでしたが、大変関心が高いんですよね。なんで非軍事的な支援になって、いるのか、今後軍事的支援は取るのか取らないのか、そこの根拠を聞いたんですが、これも引き続きの議論にしていきたいと思います。ただいろいろ質問してきたわけですが、 9.11 テロ以降の対テロ戦争、イラク戦争が何をもたらしたのか、そこが全く忘れ去られているのではないかと指摘せざるを得ません。イラク戦争の検証の問題について伺いますが、5月28日の質疑で我が党の志位委員長の質問に対して、大量破壊兵器の有無については厳粛に受け止めるとしながら、問題の核心は大量破壊兵器が存在しないことを自ら証明しなかったイラクにあるというのが政府の答弁でありました。しかしこれは2012年12月に外務省が公表した検証結果の内容を繰り返したものにすぎません。外務大臣に伺いますが、今回の法案を作成提出するにあたって、国際法違反の戦争を支持し、自衛隊が派遣して無法な戦争と占領に加担した当時の政府の対応は検証しなかったということですか。
岸田外務大臣。イラク戦争につきましては今引用されました答弁の中にもありましたように、この我が国外務省としまして検証を行っております。その結果としてこの問題の核心はこの度重なるこの安保理決議をこのイラクがこの積極的に守り、そして自らこの大量破壊兵器が存在しないことを積極的に証明しなかった、こういったことである、こうした結論を示しております。このようにこのイラク戦争のこの核心、要は武力行使を支持するに至った当時の問題の核心、これは安保理決議678、687、1441、こうしたものに求めております。我が国としまして国際法に違反するような行為に対してこの後方支援を行う、こういったことは全く考えられませんし可能ではないと考えております。委員長、赤嶺政権君。今の答弁は前回のものを踏まえてのものですが、私が伺いましたのは今回の法案を作成し提出するにあたってイラク戦争をめぐる当時の政府の対応について改めて検討を行ったという事実はないということですね。先ほどの答弁からすると。岸田外務大臣。政府としましてはすでに外務省で行ったこの検証によってこのイラク戦争において武力行使を支持するに至った、当時の問題の核心について、この説明をしております。改めて、このイラク戦争について、この検証を行う、こういったことは考えてはおりません。委員長、赤嶺政権君。当時の政府の検証というのはこれは民主党政権時代に行われた、ものです。しかし、イラクの開戦を支持し、自衛隊を派遣したのは、自民党政権です。自らの過ちを、何ら検証をしないで、何の責任も取らないで民主党政権時代の、検証を結果をそのまま、繰り返しているだけであります。イギリスでの検証委員会ではブレア首相やストロー外相が証言に立ちました。ところが日本では政治家は一切その責任を問われていません。これまで自民党政権としてこの問題を検証したことはあるんですか。一切ないんじゃないですか。岸田外務大臣。政府としましてはこの外務省としてこのイラク戦争について検証を行いました。この政府としてのこの検証につきましてはこれは政府として歴代政府しっかり責任を負わなければならない課題問題であると考えております。その中で問題の核心についてご説明をさせていただいております。こうしたこの検証については今の政権においても、しっかりと引き継いでいるところであります。これに基づいてこのさまざまな政策を考えてまいります。委員長、赤嶺政権君。皆さんは、民主党政権を批判攻撃するのも、なかなか凄まじいもんだなと思いますけれども、今回イラクの検証については民主党政権でやったものを引き継いでいるというのはなんか矛盾を感じます。私は民主党政権時代のね、あの検証が良かったものとは思ってません。あれは検証に値しないと思っています。しかし、戦争を加担したのは自民党政権なんですよ。始めたときにそれがね、政治家は誰も責任を取らないで今度まだ戦争支援法案みたいなものを出してくる、こういうものはですね、徹底審議の上で廃案にすべきですが、また引き続き、この続きの議論をやっていきたいと思います。